はい、皆さんこんにちは。バリ島旅行の味方、堀です。この企画はですね、僕がよく受け付ける質問ですね、バリ島に関する質問を一問一答形式で、答えていこうかなという、大体3分ぐらいの動画になると思います。それではバリ島旅行の味方スタート。はい、今回の質問はこちら、両替はどこがおすすめ、逆にここはやめとけっていう場所は。日本だとかなり両替所って少ないと思うんですけど、バリ島には本当にいっぱいあります。結論から言うと、街中でもう見た感じ明るい、コンビニぐらい明るいで、監視カメラがあってもちゃんとしてるところであれば、おすすめです。で、逆に、ここはやめておけっていう場所はですね、日本の空港とレートが異常にいいお店、この2つはですねやめた方がいいと思います、圧倒的に。というのも、日本の空港は単純にレートが悪いです。レートがいいところ、これはですね両替できないと思ってもらっていいです。これですね、前、僕その悪徳両替所ので両替してみるみたいな動画をですね撮って YouTube に上げてあるので、ぜひ興味がある方は下の動画詳細に入れとくので、そちらご覧いただければと思うんですけど、もう本当にうまくマジシャンみたいな感じですね。もう両替は普通にできないと思うので、それもやめた方がいいです。で、その中間ですねにあるのがバリ島の空港とホテル。これはですね、まあ良くも悪くもない普通の両替ですね。暗いところに行くよりは全然いいので、こっちでもいいと思います。いや、悪徳両替所といいところの見分けがつかないよっていうことがあると思うんですけど、それは大丈夫。もう見た感じ違います。いいところはですね、もう明るい、とりあえず明るくてちゃんとしてそうで、悪徳両替所はですね雰囲気が暗くて、なんかお土産屋さんの奥にあるとか、掘ったて小屋みたいな感じでやってるとか、あとかなり客引きをしてくる、両替しないか両替しないかっていう客引きがあったりします。両替の客引きなんて聞いたことないじゃないですか。そんなに利益出ないのに、両替って要は数でやんないといけないのに、客引きをして、まあ1回で、バッとどう稼ぐのってなると、やっぱりこううまくやるんですよ、マジシャンみたいです。僕は気づかなかったですね、あの時。なんでそういうとこはやめておいた方がいいと思います。はい、ということで今回の質問と回答はこちら。両替はどこがおすすめ、逆にここはやめておけって場所は、街中で見た感じ明るいお店、やめておけってとこは日本の空港とレートが異常にいいところ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。皆さんのね、旅行の参考になれば幸いです。バリ島旅行の味方はですね、 Twitter、Facebook、Instagram、 あとこの YouTube ですね、など SNS にも他にもですねやっているので、ぜひそちらもご覧ください。こちらの一問一答についてはですね、随時 Twitter で、募集してます。このようにですね、ハッシュタグバリの味方、カタカナでですねバリの味方で募集していますので、ぜひぜひ皆さんツイートしてみてください。その中から、僕がいい質問だなと思ったやつはどんどんピックアップしていくつもりです。ぜひですね、皆さん楽しいバリ島旅行をお過ごしください。それではバリ島旅行の味方、堀でした。I don't think I love you no more. You never seem to call me later.